韓国ドラマ復讐代行人模範タクシー2のご紹介です。大ヒットした模範タクシーの続編です。元特殊部隊の主人公キム・ドギが無地毛運輸のタクシードライバーとして、他の特殊技能を持つ仲間と共に苦しんでいる顧客の復讐を代行するというユニークな形で悪党を追い詰め、正義の鉄槌を下す活躍を痛快に描いた作品です。模範タクシー2で描かれる事件は、誘拐、偽造通貨、政治家スキャンダル、建設現場の不正など、キム・ドギと仲間たちの熱い友情や彼らが持つスキルを駆使して事件をスリリングに展開し解決する様子は見どころの一つです。前作をさらにパワーアップさせたシナリオと演出は、見る者の期待を裏切らないことでしょう。あらすじ。物語は、復讐代行チームが解散して2年後、キム・ドギだけが無地毛運輸に戻ったところから始まります。他の元仲間たちはチーム解散後、アン・ゴウンは警察官、チェ・キョングは自動車メーカーの新車開発長、パク・ジノンは航空機メーカーの開発者として、それぞれ新しい仕事に就いていました。ある日、失踪した息子を必死に探す男から無地毛運輸に復讐代行の依頼が入ります。調査したところ、失踪した青年はベトナムのチョングムインターナショナルという会社へ就職したことが判明。しかし、その会社の実態は海外就職の名目で、コンピューター専攻の若者を拉致監禁し、暴行や脅迫で強制的に賭博プログラムを作らせる海外不法賭博サイト組織でした。早速ドギは海外就職を装うチョングムインターナショナルに応募し、犯罪組織壊滅のために単身ベトナムへ飛び、捜査を開始します。一方、チャン社長から無地毛運輸への復帰を拒まれていたキョングとジノンは再会し、チャン社長の知らぬところでドギを手助けするべく、二人でベトナムへ渡ります。またゴーンは警察官として失踪した青年を独自に捜査していましたが、無地毛運輸の秘密拠点で孤軍奮闘するチャン社長のもとに現れ、持ち前のコンピューター操作を駆使してベトナムにいるドギを遠隔サポートするのでした。こうして仲間たちが無地毛運輸に再び一度集結し、復讐代行サービス模範タクシーが再開されることとなりました。キャストのご紹介。イ・ジェフ、キム・ドギ役、無地毛運輸のタクシードライバー、元特殊部隊の軍人です。キム・ウィソン、チャン・ソンチョル役、無地毛運輸の社長であり犯罪被害者支援センター青い鳥財団の代表。ピョ・イェジン、アン・ゴウン役、無地毛運輸の経理、元凄腕のハッカーで元警察官。チャン・ヒョクジン、チェ・ギョング役、無地毛運輸のリードエンジニア、元自動車会社の新車開発研究員。ペ・ユラム、パク・ジノン役、無地毛運輸のアシスタントエンジニア、元航空会社の航空機整備士。シン・ジェハ、オン・ハジュン役、無地毛運輸の新人ドライバーです。イ・ヨンゲ、ナビゲーターの声。模範タクシーの依頼方法をモニターでナビゲートする天使の声。評論と評価。
ウジゲオンユという自警団的な秘密組織による正義のあり方は万人向けではないかもしれませんが、繊細に計算された脚本と演出に見られる微妙なニュアンス表現でドラマの完成度を高めています。社会の暗い側面を描くことをためらわず、復讐、腐敗、権力の乱用といったテーマが深く探求されています。主人公の行動の道徳的曖昧さもハイライトであり、正義の性質とそれを求めるために支払わなければならない代償について疑問を投げかけます。社会正義問題の描写は力強く示唆に富み、相性抜群なメインキャストは一人一人の背景まで丁寧に描写されています。アクションシーンをはじめとするスピーディーかつスリリングな映像にカタルシスを禁じ得ない作品です。 E4A がシーズン2でも声で特別出演しています。復讐代行を依頼する方法は、ある時はビデオゲーム機、ある時は照明写真機のモニターを通して行います。 E4A はその際の注意事項を案内するナビゲーターとして登場します。模範タクシーに依頼を任せたいなら青いボタンを、任せたくなければ赤いボタンを押してくださいと話す E4A 特有の優しく落ち着いた声が作り出す独特な雰囲気は、声の出演だけでも無次元運輸の正式なメンバーの一人でいるかのような存在感を見せつけます。社会正義に焦点を当てた犯罪スリラーやドラマを好む方に模範タクシー2は間違いなく楽しめるでしょう。ということで、模範タクシー2の評価は星5点満点中星 4.3 とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。